ゴールデンウィークの最終日となる5月8日、フィギュアスケートペアの三浦璃来選手の SNS 上に、プレゼントらしき画像が投稿。この説明のない画像に、ファンからは、彼からのプレゼントなのではないか、などと話題になっています。カナダを練習拠点としている、りくりゅうこと、三浦選手と木原龍一選手は現在、アイスショーへの出演や、自治体の訪問などのため帰国しており、このゴールデンウィーク後には、来シーズンに向けたトレーニングのため、カナダへ立つと見られています。そんな忙しい日々を送っているりくりゅうの二人ですが、先日5日の子供の日には、三浦選手が自身の SNS 上に、出席できなかった成人式の後撮り画像を投稿しており、その美しい着物姿を見た多くのファンからは、絶賛の声が寄せられていました。そんな三浦選手は今回、香水の画像を投稿。特にコメントはなく、ハートの絵文字が3つ並べられた画像には、ティファニーとジミー中の香水が写されており、ファンからは、パートナーの木原選手からの成人祝いなのでは、など、憶測のコメントが飛び交っていました。画像の香水を調べてみると、力強く、美しく、魅力的な現代女性にインスピレーションを得て誕生したフレグランスのジミー中のオードトワレと、ティファニー初のペアフレグランスの女性用、ラブフォーハーということが判明。三浦選手は、香水集めが趣味ということもあり、これまで木原選手の誕生日に、ずっと欲しがってたボンザイ、レゴと、私が個人的に匂いが好きで、つけて欲しい香水をプレゼントしました、と香水を送っていた過去もあり、木原選手からは、ありがとう相方よ、と感謝されていました。このような経緯もあり、自身で購入した可能性も十分にありますが、ティファニーのペアフレグランスという点から、成人式の後撮り写真を見た木原選手が、成人祝いということで三浦選手にプレゼントした可能性は、大いにあると考えます。しかも、ティファニーのペアフレグランスは、男性用のラブフォーヒムもあり、そこには、モダンな愛に捧げる、ラブのフレグランス。このフレグランスは、フォーハーとフォーヒムの香りを結びつけ、愛し合う二人を引き合わせる様々な愛の形を称えています、との説明が。これを知ったファンからは、木原選手がもしラブフォーヒムを持っていたら、理想的、などの声も寄せられており、その真実を知りたいと、多くのファンが次なる投稿を待っている状態となっていました。4年後、8年後のオリンピックまで、一緒に走り続けることを宣言している2人。プライベートでも一緒になってほしいなどの声も寄せられていますので、今後の投稿に期待をしながら待ちたいですね。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Mm-hmm.